僕たちが学生結婚して以来だよ。ああ君たちお父さんと一緒に暮らすようになったんだな。さっき門のとこで後ろ姿をちらっと。あなたどうしたんだい、何かあったのか。いや三沢さん、私も見たの、昨夜も一昨日も。バカなこと言うな、親父は田園調布のうちにいるよ、ここへ来るわけはないじゃないか。だって今夜も三沢さんが。あ、もしもし。見ろ、親父はうちにいるじゃないか。だって電話に。切ったんだよ。僕とは話したくもないんだ。老人は老人の世界、僕たちは僕たちだけの世界だ。どうしたんだ一体。親父は僕を憎んでるんだよ。まさか。親父は僕を可愛がってくれたからな。愛情が裏返しになった像なんてもう救いようがないな。バカなこと言うなよ。やめようこんな話、まあ、とにかくその辺をうろうろしてるのは親父のないことははっきりしたんだ。さみさ飲もう飲もう。今夜は泊まっていけよ、いいんだろ。もう寝るか。え、傷はこの頸動脈だけらしいな。ああ。町田警部。何？刑事の聞き込みでその夜 SRI の三沢恭介は捜査本部に呼び出された。彼の手の傷が被害者と争った時に受けた傷であると見られたためであった。三沢うまく尾行してくれ。はい。はい、変わります。警部、SRI の又谷室長です。Yeah.
ああ、もしもし。ああ、どうも。うん、違うよ。参考人としてだ。任意同行だよ。別に助さん疑ってるわけじゃない。助さん、今帰ったよ。うん。お前か。こんばんは。お帰りありませんか。何しに来た、こんな時間に。ちょっと心配になって。それでお前が私のことをお前に心配されなくたって。分かってますよ。お父さんは特許をいくつも持っている。特許料だって相当の額だ。僕の心配しているのはね、お父さん、今夜僕の家へ来ましたね。お前の家に誰が行くもんか。三沢が刺されたんだ。三沢がお前の同級だった。誰かに僕と間違われてね。なんだって、お前ってやつは私がやったとでも言うのか。お父さん、お父さん、どうして僕がそんなに憎いんだ。お前は私を裏切った。裏切った？成長した子供が親から離れていくのをあんた裏切りだというのか。嫉妬だよ、老人の。帰ってくれ。どうしたんだよ。さあ眠るんだよね。さあさあ、オルゴールを聞かせてあげようかね。おはよう。スケさんがまた襲われたんだって？そうだよ。スケさんを疑うなんてどうかしてるよ。スケさんは知らないな。なあサボ。え、ええ、知らないわ。逮捕状が出てんなら今すぐにでも探し出しますかね。明日だけ。刑事が三沢さんを尾行したそうよ。ひどいわ。いや護衛だよ。あ、ということにしておきましょう。まいった。犯人はスケさんに何かを知られた。いや、知られたと思ったんだ。それで分かった。狙われたんだ、きっと。犯人はスケさんと間違えて偶然取り掛かった人を殺したんですよ。わざわざ SRI のお手を煩わすまでもないんだがね。刃物の破片だな。うん、昨夜の被害者の傷から。ちょうど下顎の骨にその破片が。うんうん、刃がこぼれたんだな。これは特殊な刃物だ。今その破片から凶器を割り出してるんだ。特殊なもんだからきっと何か手がかりがつかめると思うんだ。ちょっと見せてください。 SRI です。ダメじゃない、こんなところに電話してきちゃ。ん、ボーリング？待てよ、それじゃまた。行ってもいいけど。いつ？所長、三沢さんから。どうしたんだ今町田警部が。
木島？うんうん、助さんの友人父親の木島とそんなに憎み合っていたのか。しかしね、いくら何たって親子だ。何だってね、うん、木島がね。助さんだろ。その電話、木島がどうしたんだって。切れた。お前さんの声が聞こえたんだな。嫌われたね、ミスター警視庁。え？ない。どうしたんだ。おい、どうしたんだ。どこへやったんだ。どこへやったんだよ。どこへ。もうやめよう。頼む。もうやめるんだよな。おい、お前は私のために私に代わって、お前は私のことだけを考えてくれている。私だってお前だけが。だからもうやめるんだよ。二人だけで静かにここで暮らそう。私だってあいつが憎い。しかし、おじいさん、私に捕まって。さ、気をつけてね。はい。どうもありがとう。どうしたんですか。このおじいさん酔っ払って倒れてたのよ。僕は送ります。この奥ですから。そう、助かったわ。あなたの家はすぐ先のマンションよ。じゃあ僕が送ります。僕の車に乗ってってください。あの車。ええ、そう、じゃあお願い。さ、はい、よっ、さ、よし、さ、よっ。
それと悲鳴を聞いてドアを蹴破って入ってきた時には犯人は逃げていたというんだな。はあ、しかし中から全部鍵がかかってたんだろ。逃げたとすればあそこだ。そんなバカな話があるか。第一発見者。はあ、このビルの管理人室に待たせてます。よし、話を聞こう。はあ、SRI の三沢恭介ですが。何？三沢恭介？それ、すけさん。いやー、今度こそまずいよ。第一、アリバイがないぞ。しかし、悲鳴が聞こえた時、僕は廊下にいたんですよ、警部。証人がいないだろう。それともその時、廊下に誰かいたかい、すけさん以外に。いえ、誰も。なぜ被害者の部屋の前にいたんだ。あの女、誰かに追われてたんですよ。誰かって誰？知りませんよ。スケさんに追われてたんじゃないのか。バカな。今夜僕は留置されるんですか。いや、スケさんの白を証明する証拠もないが、今のところ黒の確実な証拠もないんで、ね、どうぞご自由に。それじゃあ。はい、了解了解。町田警部、この事件はね、あなた方の想像しているような事件じゃないんですよ。狙われてるのはこの僕なんだ。誰かにあなた方の想像もつかない方法でね、例えばね、僕が襲われた時下のテレビの画面が乱れたんだ。これも何かの参考になると思いますよ。じゃあ。待て。おい、助さん、刑事の聞き込みで分かったんだが、実は今夜もそうなんだ。犯行時刻頃、テレビの画面が一斉に乱れたって言うんだが、それが今、助さんの言った。そう、それですよ。所長、準備完了。今度あの電波が発信されたら一発ですよ。よし、電波をキャッチしたらすぐ知らせてくれ。よし、分かった。お、マシアン、木島夫婦の怨恨関係はどうなんだ。ああ、何もなかった。じゃあ、うん。社長。はいはい。SRI からの連絡で、奇妙な電波の発生地が三沢の友人木島明の父親木島武彦の家と分かり、町田警部は直ちに現場に急行した。夜分堂、少しお伺いしますが、奇妙な電気製品を使ってますね。お差し支えなければ拝見したいんですが。こんばんは。あんた、三沢です。お久しぶりです。
人形をコントロールしてたのはあんたじゃないですね。誰だ、誰がこれを。おい、待て。いや、入らないでくれ。ここは私たちの、私たちだけの部屋なんだよ。おい、この中には誰がいるんだ。あの子じゃない、あの子は4つなんだよ。4つの女の子なんだよ。そんな子供に何ができるんだ。どんな。老人を捨てた老人の子供たちを殺さなきゃ。私は大人よ。いつまでも子供扱いされちゃかなわないわ。私も老人を捨てて独立するの。だから私も殺さなきゃ。殺さなきゃ、殺さなきゃ、殺さなきゃ。私があれほど言ったのに、私とお前だけの二人きりの生活もこれで。よ、どうもすまん。警部、どうぞ。ああ。なあ、マジアン、今も話してたんだが、現代ほど老人にとって孤独な時代はなかったかもしれないよ。だから決して裏切らない。そんなつもりであの老人はあれを作って孤独を忘れようとしたんだ。結局はあれも老人を捨てたがね。しかし忠実でしたよ、最後まで。本当だ、老人がふっと抱いた殺意を、あれは老人に代わって最後まで実行し続けたんだからな。ええ、ところがあれ自身もいつの間にか老人を捨てようとしていた。だから屋根から飛び降りて自分を殺したの。さあ、あれの心は誰にもわからない。あれは一体何だったんだ。人形じゃないわ。もちろん人間でもないし。世の中がだんだん奇妙になるとみんなあれになるんですよ。やめてよ、そんな冗談言うの。青い血の女か。闇を引き裂く怪しい悲鳴。誰だ誰だ誰だ。悪魔が今夜も騒ぐのか。 SRI